組みなさい、ラーゼフォン。オタハのスミンクを続け。動画をご覧の皆さん、こんにちはオタハです。今日組むキットはこれだ、モデロイド、ラーゼフォンだ。<laughs> ああ、全国のガンゲーロウ集結せよ、早速いきましょう。モデロイドからラーゼフォンが発売です。 これは嬉しいですね。これね、僕、非常に思い入れがあるのが、スーパーロボット対戦。これね、MX に、多分ね、今現在でもそれだけにしか登場してないと思うんだけど、この MX が見事で、このラーゼフォンと、あと、ライディーン、他にもエヴァとかの、このクロスオーバーが絶妙で、本当に素晴らしい物語だったんですね。で、ラーゼフォンの立体物といえば、当時はなんて言ってもプラモですね。 バンダイから発売されていたフルカラー仕様のプラモが発売されていましたあれはあれで結構良かったんだけど頭部ここら辺一帯がねラバーパーツになっててあと青い部分とかはねシールだったんだよね今回モデロイドでどのようなアレンジになっているか楽しみですね劇中に登場するレイカのフィギュアもついています箱はそんなに厚くないですねあっけろ刃物を使う時は気をつけてね せーの。じゃーん。見ていきましょう。お、ブルー。いいですね。真っ青じゃなくて少しパープルがかかっている。淡いブルーですね。いい色味です。部分塗装も施されています。それから、ホワイト。ホワイトは綺麗な色ですね。純白です。それから、クリアパーツ。オレンジ。これも印象的ですね。結構量が入っています。それから、ブラウン。 意外とね、ラーゼフォンって色数が多いロボットです。ホワイト。それから、これはゴールドですね。いいですね。あの、淡い色合いになっていますね。これ成型色のままでも十分いいぞ。他にも、ブルーとかブ、ブラウン。うん、クリアーオレンジ。弓矢のやつですね。お、それからこれが頭部周りですね。あ、フェイスパーツ結構入ってますね。全部。 塗装済みになってます。羽の部分。一応ラバーパーツじゃないか確認しよう。<laughs> ラゼフォンはここまでで、これがレイカのフィギュアですね。まあ当然ながらこれ塗らないといけないやつです。デカールがありましたね。レイカのフィギュアに貼る目のところ。それから説明書。他にラゼフォンの立体物といえば、えっ、ー、と、メガハウスさんから発売されていたバリアブルアクションハイスペック。 あれもなかなか良かったですね。組み始めは、えー、これは頭部か。頭部、胴体、腕、足。パーツの分割もそこまで細かくはない。光の弓矢。で、これでもう、ラゼフォン完成ですね。部分塗装の簡単仕上げでいきたいなと思います。8割ぐらい組み上がると、こうなります。 あー、できました。簡単部分塗装仕上げで、おおよそ、えっ、ー、と、素組みで3時間ぐらいで、少し部分塗装に時間をかけたという感じです。付属品が豊富。まずは武器の光の弓矢、それから剣。あとはハンドパーツ、開き手。ディスプレイサンドのアタッチメントパーツに、特徴的な頭部の翼。これはクローズタイプ、オープンタイプになってます。 フェイスパーツは通常が2種類あって、うち1つが方向顔ですね。叫び顔。パイロットのアヤトが覚醒すると現れる真理の目。これはゴールドになってますね、目が。で、これが2種類に、バイザーが降りた状態と通常。これらを組み合わせることにより、顔の表情を7種類再現することができると。最後は三島イカのフィギュア。髪、肌、服、あとは装飾のリボンなんかも別パーツになっています。ので、 え塗るのはそんなにマスキングとか必要ないかなと思いましたね。目もデカールがついています。そうだね、強いて言えば塗り分け必要なのはこの足元ですね。靴サンダル瞳のデカールもちゃんと付属しています。さあ、ここから組んでいきましょう。まずはえ、頭からいきましょうか。これね、分割が結構秀逸です。このパーツを取り付けると。これが基本の状態ですね。 で、ここに、フェイスパーツを選択します。今回は通常のやつで、最初行きましょうか。ここれでフェイスパーツとします。ここまでを組み立てて、このようにフェイスパーツを取り付けると。で、あとは羽ですね。一旦クローズにしようか。完成直後に開かせようか。閉じる場合は、これピンをあまり奥まで入れずに、 はめ込んだと少し調整してあげるといいこうですねさあそしたらボディーいこう今回このクリアオレンジの使い方がとっても綺麗ですねあとで組み終わったらね何がどういうふうにどういうふうに塗装したかを解説します足この各部のブルーがほぼプラによる色分けでこれが素晴らしいです 一部、あもう一声欲しいなっていうところだけね、塗っています。そしたら腕。ここは回転軸も兼ねたロールができるようになっています。で、手首は、さっきお見せした平手と握り手、それから武器持ち手の各種ですね。 今回ね、肩、これちょっと後で言おうか。ここのね、こういうリングをはめ込むんだけども、この渋みがちょっとね、緩くて、だいぶ緩かったです。こうはめるとスポスポするんだけど、ここをちょっと渋みを調整しました。瞬着を軽く持って、渋みを与えています。こうですね。さあ、これで、 大体のパーツは出来上がりましたラストスパートです足腕そして最後にト部プを取り付ければ一旦これで完成してるんだけどこのクローズ状態で今見てみましょうかこういう感じになります これが開けば、これで完成ラーゼフォンドおー、できましたこれ何がすごいって、あ、こういうアクションフィギュアが売ってんじゃないかっていうぐらいのクオリティなんですよね。色分け。それからプラの質感。造形にプロポーション。申し分なしです。ちょっと手で持ってみようか。大きさがね、意外とでかい。羽を含めると、 かなりのボリュームです。ちょっと近くで見ていきつつ、何をどういう風にね、加工を施したか見ていきましょう。鮮やかなプラスチックのゴールドだったんだけど、これは塗りました。スプレーのゴールドを吹いた後、シャンパンゴールドを吹きました。これシャンパンゴールドだけだと、ほぼシルバーなんだけど、金の上からシャンパンゴールドを吹くと、ちょうどいい色合いになるんだよね。黄色みが抑えられます。 それでゴールドを塗ったのと目元ですね。蛍光色で塗りましたね。上のこのブルーのところにも目が2つあるんで、これもちょっと追加してます。各部のメタリックオレンジのところは部分塗装済みになっていました。胴体周り。ここの中も赤系の色で塗ってますね。で、あとはなんて言ってもこのアクセントになるブルーですね。これはここと、あとここ。で、この下側は墨を入れて、ここもブルーかな。 これ塗ってますね。あと、超わかりづらいんだけど、ここ。他には、ここか。もう一回ブルー欲しいなっていうところにだけ塗ってますね。他は、純粋な素組みかな。あ、あと、ここもゴールドで塗ってますね。あと、この肩のここか。可動。各部、硬いところがあるんで気をつけたい。頭部と首の根元。スイングできます。装飾物があるんで、 触るとき気をつけたい。で、肩はさっきお見せしたようにリング状になっているので、これはこれで独立して動く腕回り。えー、可動軸でこのように上げることができて、付け根はボールです。で、さらに引き出し関節になっているので、前方に向けることができます。えー、ここロール軸ですね。ロールがあって、肘が曲がります。 上腕部分も回して、この位置にしてあげれば結構大きく動く。こことここがボール接続ですね。下のところが特によく大きく動くかな。ひねりや。かがませ。かがませそんなにかな。うん、でもこのように動きます。足回り。軸ですね。パーツがあるんで、あまり大きくは動かないけど、開脚でもここまで行きますね。それから、膝。 二重関節でここまで曲がりますここも動いてますねそれから各部にロールそして足首つま先ここは可動軸が設けられていて後ろボール軸になっています気をつけたいのは、えー、よーく見るとこれ右左があります全体的に左右共通パーツに見えてちゃんと左右があるんで気をつけてください 各部を動かしてアクション光の剣を装備劇中でラーゼフォンはもっぱら何て言うのかないわゆるライディーンのように光の剣とかそういう技名を技名とか武器を叫ぶんじゃなく本当にもっぱらアヤトが叫ぶっていう感じですねわーこのラーゼフォンの戦い方とか武装の数々っていうのはその勇者ライディーンを多分にオマージュしたものになっているんです可動範囲も広いですね膝立ちもご覧の通り余裕でできます フェイスパーツ。叫び顔に交換。ラーゼフォンといえば、やっぱりなんと言っても口を開けて、はぁ <ー S>、なんだろうな。ほぁ、ほとか、ちょっと不気味なね。あの音楽が非常に印象的です。表情を変えるだけでも見栄えが変わるんで、やっぱプレイバリュー豊かでいいですね。それから、弓矢。腕から生える剣とか、弓矢とかね。後に紹介する方向顔の まあ、いわゆるゴッドボイス的なものとかを見ても、本当に勇者ライディーンをオマージュしているなというのがよくわかります。そしてこの可動範囲広い。右腕はしっかりと曲がり、引き込んでいます。顔の向き、弓を持つ左手の角度とか、ポーズをつけるには申し分ない可動範囲、それからバイザーが降りる展開状態。うわーあやとが覚醒、真理の目になりました。これは目はゴールドの塗装になっていて、これまた綺麗です。 瞳の部分が立体的になっていて、通常状態の目の造形とは違います。劇中を振り返ると、このラーゼフォンって、いわゆるこのロボのバトルっていうのは、そんなになかったですね。なんだけど、ま、あその数少ないそのバトルシーンの中で繰り出す技の時とか、敵を倒しているところを見ると、すごく神々しかったですね。本体の可動、武装、付属品やアクションはこんな感じ。 さあ、最後は比較です。まずは分かりやすいところでガンダム。どうでしょうだいぶでかいことが分かります。約18センチのガンダムよりも、一回り大きい。羽を含めると24、5センチぐらいあるんじゃないかな。さあ、それから冒頭でも言っていた立体物ですね。結構前なんだけども、メガハウスさんから発売されたバリアブルアクションハイスペックラーゼフォンです。これね、すごくいいんだよね。今回部分塗装するにあたり、 これを参考にしました。このメガハウスの方は、やっぱりなんて言ってもアニメのプロポーションですね。よりメリハリが効いています。色味も少し違いますね。ホワイトがパールホワイトになってて、まあ、全体的にメタリックカラーだね。一方でね、今回のモデロイドもあの劇中の感じなんだよな。スラッとしてて、どっちがラーゼフォンかって言ったら、まあ、両方ラーゼフォンだけど、リフォルメの効きが少ない方がモデロイドかな。 メガハウスのやつもクリアオレンジなんだけど発色の良さはモデロイドだね。どっちもコーズつけがたい。メガハウス版の顔。これね、考えてみたら製品版はかなり太めの墨が入ってて、それを落としてもう一回自分で塗り直しているんだよね。額の装飾の角度が結構きつくて正面からだとね、目をこう認識しづらいです。モデロイド版です。 こっちの方が目を認識しやすい。まあ、両方捨てがたいよね。あ、言うの忘れてた。違うんだよ、母ちゃん。さあ、そして最後は、モデロイドのライディーンですね。おー、ラーゼフォンとライディーンが一緒に立ち並びました。こう見るとラー,ラーゼフォンの方がちょっとでかいな。頭の高さプラス、羽でだいぶ大きく見えます。 これはやっぱりそのスパルボー MX をやっていた人とか、まあ、スパルボーが好きな人だったらね、こう一緒に並べたいよね。ここに他にメーカーは違うけど、SMP、スーパーミニプラか。あれの電動とか。モデロイドでゼオライマーも出てるよね。ああいうの並べてもいいし、いろいろと他のコレクションと一緒に並べるには絶妙な大きさ、サイズ感です。一通りの遊び方は、こんな感じ。 というわけで今回のモデロイド、ラーゼフォンのレビューいかがだったでしょうか一緒に楽しんでもらえたなら本当に嬉しく思います。モデロイドの、モデロイドを普段あんまり組んだことないなっていう人にこれめっちゃ強くお勧すすめしたいです。これ素組みのままでも十分ですね。僕は今回ちょっとだけ足りないところを塗ったけど、ほぼ色分け再現されています。とてもいいです。パーツの分割もそこまで細かくない。サクサク組み立てられます。 当時スパロボやってラーゼフォンのこと知ってる人とか、もちろんアニメ作品が好きだっていう方とか、まあ作品を知らなくてもね、あ今回のこれいいなと思ったらね、ぜひ組んでみてください。僕は大満足です。今回の動画面白かったな、楽しかった、参考になったという方、チャンネル登録と厚い高評価どうぞよろしくお願いします。あとはどんなことでも結構です。おー、てた俺は当時本編見てたよとかねあ。そうそう、スパロボ MX 良かったよなとか。 あ、これも僕組んだよといった感想とか。僕は最近こんなキットを組んでるよとか。などなど。どんなことでも結構です。あなたからのコメントを待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おどうでしょうまたねー